おはじゃいげこ、ヤモリです。そしてこの子もヤモリです。はい、今回はおはじゃいげこにコオロギを与えます。もうヤックンのコオロギに対する反応がめちゃくちゃいいので、何匹まで食べれるかっていうのを検証しようと思います。はい、まあ限界まで与えるといった感じですね。はい、それではレッツレンゲ。はい、それでは早速与えます。まずは1匹目。おお、もうしょっぱらから反応してるわ。もう開けんの怖え。うお、あれ、うお、いったいったいった。うお、早速いきましたね。パリってなってます。いい食いっぷりだね。では2匹目。こっち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 。うおまだまだ余裕ありそうね。それじゃあ3匹目。うわ、まだまだいけそうな感じはあるかな。4匹目。うう。まあゆっくりめではあるが、まだいけそうな感じですね。おお、5匹目かな。で、ちょっと待って、出てくんなよ。うん、あー、逃げられた。ちょっと待って、ちょっと待って、怖いから。はい。おー、拾った拾った。すげえな。もう新しい子あげようとしたら、なぜか拾ってた。それじゃあ次は6匹目。まだまだいけそうな感じあるね。うお、やっぱりな。7匹目。逃げられた。羽だ、羽かじってだな。よし、よし、ね、あ、頭頭頭、首チョンパしちゃった。まあ首チョンパ。7匹目まさかの首チョンパが。1匹目。うわあ、今度は体チョンパが。おい、ちょっと待ってや、もう体チョンパはあかん。ちょっと何カメラ狙ってんの。よし、しっかり食べてほしいよ。体チョンパ分も。8匹目はまさかの体チョンパ。え、まだまだいけそう。うお、
はい、そして10匹目。まあ、餌が小さいからなのかな。まだまだいけそうな感じありますね。もうこれで10匹目なんですけど、まだまだ余裕がありそうな感じはありますね。何匹までいけんだろう。気になるところではあります。この細かい針。11匹目。うわ、まだ行くね。12匹目。ちょっと待って、こっちカメラ。はい、餌こっち。うわー、俺カメラは餌じゃないよ、分かってる。こっちだから、ほら12匹目、ほらね。もうこの子ったら、動くもの何でも餌と認識して噛みついてきますね。13匹目。まだまだ食べたそうだね。おお。すげえな。まだ全然余裕あるよ。はい、14匹目。どうだ？うわ。まだ行くね。え？ああ、逃げられた。気づいて。あー、体チョンパー。まさかの14匹目体チョンパなの。食べてくれ、体チョンパ分も。15匹目。もうまだまだ全然いけそうやん。ただちょっとゆっくりめなのがあれですけどね。もうすげえな、もう15匹目もペロリだよ、ペロリ。16匹目。うわ、まだまだ全然いけるね。17匹目。まだいけるね。18匹目。あれ？あれもう食べない感じ？おいった。さすがにもう飽きてきたかな。19匹目。あれ、うお、いきますね。20匹目。今度は羽の生えてない幼虫。あれ、柔らかい部分に噛みついた。うわ、汁出た。白い汁が出た。21匹目。うわ、あれ止まってるな。もう飽きたのかな。そろそろ限界なのかね。22匹目。うわ、まだ行くのな。あれ、さっきの21匹目と変わって、22匹目はペロリか。23匹目。あれ、どうした？あれ、どうしたよ。あれ、まさかの23匹目だよ。いや、
は言った。まあジャイゴからしたらコオロギやせんべいみたいなもんなのかな。24匹目。反応はしてるけど、さっきとは違って噛みついてこないかな。それどころか引き下がろうとしている感じします。そんな感じでジャイゲコに限界までコオロギを与えてみた結果、23匹食べましたという感じです。はい、まあ結果的に23匹食べました。まあ食べたということです。はい、どうやらお帰りのようですね。はい、そんなわけで今回の動画はこれで終わりにします。また今後もヤモリにまつわる動画出していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録して見てください。ダチョウの卵を割るのにトンカチはいらん。素手で十分だ。ご視聴ありがとうございます。魔物帝ヤモリ、なんで割れねえんだいって。あ